トマト、学名、サレナムライコペシカムは、南アメリカのアンデス山脈高原地帯、ペルー、エクアドル原産のナス科ナス属の植物。また、その果実のこと。多年生植物で、果実は食用として利用される。緑黄色野菜の一種である。日本語では、などの意称もある。トマトは、長らく独自の属、トマト属ライカパーシコンに分類されてきたが、1990年代頃からの様々な系統解析の結果、最近の分類では、ナス属に戻すようになってきている。もともとリンネはトマトを、ナス属に含めて、ライコペシカム、ギリシャ語ライコスオオカミ、パーシコスモモという種小名を与えたが、1768年にが、トマト属を設立してつけた、ライカパーシコネスキアラントムが、学名として、広く用いられてきた。この学名は、国際藻類、菌類、植物命名規約上不適切な、種小名を変えずにライカパーシコンライコペシカムとすべきものであったが、広く普及していたため保存名とされてきた。しかし系統解析によりトマト属に分類されてきた植物がナス属の内部に含まれることが明らかとなったため、ナス属を分割するか、トマト属を解消してナス属に戻すかの処置が必要になった。したがって、リンネのやり方に戻して、学名もサレナムライコペシカムとするようになっている。植物学において近年、トマトはナス科のモデル植物として注目されている。ミクロトムは Y 性で実験室でも育成が可能な系統として利用されている。また、国際的なゲノムプロジェクトも行われ、ゲノム約35,000個の遺伝子の位置、構造、7億8,000万の塩基配列を解読した。日本では冬に枯死する一年生植物であるが、熱帯地方などでは多年生であり適切な環境の下では、長年月にわたって生育し続け、延々と開花と結実を続けることができる。一本仕立てで1年間の長期栽培を行うと、その成長量は8メートルから10メートルにも達する。通常の栽培品種、支柱に誘引するタイプでは発芽後、本葉8葉から9葉目に、最初の花房、第一花房がつき、その後は3葉置きに花房をつける性質を持つ。謝栽培用の品種では2葉置きに花房をつける品種も多い。また、各節くらいからは、側枝が発生する。側枝では5葉目と6葉目に花房がつき、その後は3葉置きに花房をつけるが、側枝は栽培管理上、除去されることが多い。株がストレスを受けると正常な位置に花がつかない、花飛び現象が発生するため、株が適切に生育しているかどうかを示す指針となる。適温は、昼、温20摂氏25度、夜、温10摂氏20度とされる。気温が、摂氏30度を超えた環境では、花粉粘性の低下により着火障害や不良化が増加し、最低気温が5摂氏10度を下回ると障害を受ける。適湿度は65から 85% でありこれ以下では生育が劣り、これ以上では病気が発生しやすくなる。灌水量が多すぎると果実が割れ、少ないと障害化が発生するため、高品質な果実を作るためには、灌水量の細かい制御を必要とする作物である。灌水量を減らすことで高糖度な果実を生産することができるが、収量は減少する。水耕栽培では、溶液の浸透圧を制御することで高糖度化を行うことができる。トマトには、アルカロイド配糖体、トマチンが含まれる。その含量は、品種や栽培方法によって異なるが、数差 DNA 研究所による測定例では、花 1100mg、kg、葉 975mg、kg、茎、896mg、kg、未熟果実、465mg、kg、熟した青い果実、グリーントマト、48mg、kg、完熟果実、0.4mg、kg という報告がされている。トマチンにはいくつかの菌に対する抗菌性と昆虫への寄比性があるが、トマトを食害する害虫は存在する。野生種においては、完熟果実においてもトマチンが相当量残留する。通常食用にされている品種の完熟果実のトマチン量はごく微量であり、人への健康被害は無視できるものと思われる。色による分類では、ピンク系と赤系と緑系に大別される。ピンク系トマトの果実はピンク色を呈し、赤系トマトの果実は濃い赤やオレンジ色を呈する。日本ではピンク系、トマト、桃系が生食用として広く人気を博し、赤系トマトはもっぱら加工用とされた。しかし近年になって赤系トマトには抗酸化作用を持つとされる成分リコピンが多量にまれていることから利用が見直されている。その他に白、黄、緑色、褐色、福色で縞模様のものがある。果実にはゼリー状物質が満たされているが、一部の品種ではピーマンのように中空である。他に、実が細長いイタリアントマトや、実が極めて小ぶりで凹凸の少ないミニトマトがある。葉の形は、人参用、葉の切れ込みが、特に深いやジャガイモは、切れ込みが少なく、浅いの葉をつける品種では、トマトと気づかれないことも多い。世界では、多くの品種が、赤系トマトであるが、国産の品種は生食用として栽培されるものは、ピンク系のものがほとんどであり、加工用品種、代理用品種やミニトマトに赤系のものが見られる。世界では8000種を超える品種があるとされ、日本では120種を超えるトマトが品種登録されている農林水産省2008年5月時点。これは野菜類の登録品種数の中でも目立って多い。一方で一大雑種の F1 品種は登録されないことが多く、桃太郎などの有名な品種の登録はない。世界には日本で流通しているピンク系トマトの桃太郎に代表される桃色、丸型のトマト以外のトマトが非常に多く、むしろ桃色以外の品種の方が圧倒的に多い。これらの品種を栽培する愛好家が増えているようである。本来、皮の色が黄色いため果肉と合わさって赤色に見えるのが赤系トマト、皮が透明の場合は桃色系トマトとなる。他にも黒、緑、白、オレンジ、黄色、2色混合などのカラーバリエーションがある。また、形も日本では見られないプリーツと呼ばれるヒダが大きく入ったものが数多くあったり、トマトソースにするための細長い形の品種も各色揃ったりしている。これらの品種でトマトソースやジュースを作ると何色もトマトソースを作ることが可能である。世界のトマトの味は日本の大玉品種のように甘さに重点を置いたものばかりではない。旨味、香り、酸味、食感、見た目を楽しませてくれる品種が数多く存在する。また、これらの品種は固定種であり、自家採取可能であり、代々種を引き継いで育種することができる。果実の大きさによる分類では、大玉トマト 200g 以上、ミニトマト 20〜30g、中玉、ミディトマト、全2社の中間に分類される。ただし、栽培方法によって果汁は変化するため、品種とは関係ない分類である。もっとも、それぞれの果実の大きさに適した品種というものは存在し、例えば、ミニトマトに適した品種として、パキーノ地方原産のパキーノトマト、チェリートマトも生産されている。マイクロトマトと称して流通しているのは、サレナムピンペネロフォーリアムであり、サレナムライコペシカム、ライカパーシコンエスキアレントムとは別種である。水を極力与えず、高糖度化を図ると、大玉に適した品種であっても、果実が小さくなる。小さく甘みの強いフルーツトマトとは、高糖度化を図ったトマトのことであり、品種名を示すものではない。例えば、フルーツトマトの代表的なものに、高知県高知市、一区地区の徳国土とがある。これは、一宮地区の、特に、徳谷地区の塩分を含む土壌で、あえて成長を遅く、実が小ぶりになるように栽培し、糖度を高めたものを指す。つまり、地域と栽培法に由来する命名であり、特定のトマトの品種を指しての命名ではない。この地区で糖度が高くなるように栽培されたトマトは、品種に関係なく、すべてが特国トマトとなる。また、塩トマトは、熊本県八代地域の干拓地など、塩分の多い土壌で育成されたトマトのうち、特別に糖度が高いものを指す。品種は主に、桃太郎であるが、特に品種が指定されているわけではない。農林水産省の野菜生産出荷統計によれば、トマトの作付け面積は、1985年頃から減少傾向にあり、ピーク時の 75% 程度にまで落ち込んでいる。これは、飛躍的な増加を見せた1960年代後半以前のレベル 15,000 ヘクタール以下である。収穫量ベースでもピーク時の1980年代の 80% 程度を70万トンから800,000トン程度を推移している。近年、加工用トマトとミニトマトは作付け面積、収穫量ベースでそれぞれ 10% 程度を占める。また、生産量のトップは熊本県でありシェアは 13.0%、平成21年度を占める。続いて北海道、茨城県がともに 7.0% となっている。総務省の2000年家計調査によれば1世帯あたりの年間購入量、重量ベースではトマトは生鮮野菜類中5位に位置する。これは一般消費者家庭で大根、じゃがいも、キャベツ、玉ねぎに次いでトマトが多く消費されることを示唆するものである。出荷量、収穫量ベースで見ても、トマトはこれらの野菜に次いで5位を占めている。平成13年野菜生出荷統計。また、家計調査によれば、野菜の主要品目が10年前と比べて軒並み、減少、または横ばい傾向にある中、ネギと並んで目立った増加を見せている数少ない野菜類の一つである。収穫量上位10都道府県、2012年。冬春トマト収穫量上位10市町村、2012年。夏秋トマト収穫量上位10市町村、2012年。世界のトマトの収穫量上位10カ国、2012年。日本の収穫量は26位で 722,300 トン。作付け面積は43位で 12,000 ヘクタールである。16世紀以前、メキシコのアステカ族がアンデス山脈からもたらされた種からトマトを栽培し始めた。新大陸の中でもトマトを栽培植物として育てていたのはこの地域に限られる。16世紀にアステカに入ったサーグン修道士の記録から当時から複数種類の栽培種が開発されていたとみられる。ヨーロッパへは1519年にメキシコへ上陸したエルナン・コルテスがその種を持ち帰ったのが始まりであるとされている。当時トマトは、ポアゾンアップル、毒リンゴとも呼ばれていた。なぜなら、裕福な貴族たちが使用していた、ピューダー、鈴合金、食器には、鉛が多く含まれ、トマトの酸味で漏出して鉛中毒になっていたためで、ある。鉛中毒の誤解が解けた後も、有毒植物であるベラドンナに似ていたため、毒であると信じる人も多く、最初は観賞用とされた。しかし、イタリアの貧困層で食用にしようと考える人が現れ、200年にも及ぶ開発を経て、現在の形となった。これがヨーロッパへと広まり、一般的に食用となったのは18世紀のことである。一方、北アメリカではその後もしばらくは、食用としては認知されなかった。フロリダ方面に定着したスペイン系入植者やカリブ海経由で連れてこられた黒人奴隷がトマトを食べる習慣をゆっくり広めていった。実験精神の旺盛なトーマス・ジェファーソンは自らの農園でトマトを栽培し、ディナーに供した。1820年、ニュージャージー州のロバート・ギボン・ジョンソンはセーラムの裁判所前の階段でトマトを食べて、人々に毒がないことを証明したとされるが、詳しい資料は残っていない。1893年当時のアメリカでは輸入の際に果物への関税がなく、野菜には関税が課せられていた。このためトマトの輸入業者は税金がかからないように果物と主張。これに対して農務省の役人は野菜だと言い張った。両者は一歩も譲らず、さらに果物派には植物学者も加わり、論争はエスカレート。とうとう、米国最高裁判所の判決を仰ぐことになってしまった。判決は、野菜。裁判長は、随分悩んだと思われ、判決文には、トマトは、キュウリやカボチャと同じように、野菜畑で育てられているなである。また、食事中に出されるが、デザートにはならないと書かれていた。なお、裁判当時の記録として、ローライ・ガルスワイルダーの小説、大草原の小さな家では、トマトにクリームと砂糖をかけて食べる記載がある。なお、ポケット、オックスフォード・イングリッシュ・ディクショナリー、2005年版のトマトは、A grossly red fruits, eaten as, a vegetable or in saladsとどちらとも取れる記述になっている。日本には、江戸時代の寛文年間頃に、長崎へ伝わったのが最初とされる。貝原駅圏の大和本草にはトマトについての記述があり、その頃までには伝播していたものと考えられている。ただ、青臭く、また真っ赤な色が敬遠され、当時は観賞用で、唐柿と呼ばれていた。中国では、現在も、西紅柿と呼んでおり、西紅柿草チータン、鶏卵との炒め物などとして料理される。日本で食用として利用されるようになったのは、明治以降で、さらに、日本人の味覚に合った品種の育成が、盛んになったのは昭和に入ってからである。トマトは米国で最初に認可を受けた、遺伝子組み換え作物である。1994年5月、FDA、連邦食品医薬品局が承認した、フレーバーセーバーというトマトで、長期間の保存に適した品種であった。ただし、開発費用などを回収するために、通常のトマトよりも高い価格に設定されたため、商業的にはそれほどの成功を収めなかった。トマトは生食されるほか、サラダや焼きトマトなど、そのままを味わう料理も数多くある。手を加えた料理でよく知られているものに、メキシコ料理のサルサ、イタリア料理の各種ピザ、パスタ用ソース、インドのカレーの一部、ヨーロッパのシチューの一部などがある。中華料理でも、トマトと卵を合わせた炒め物、前述の西紅柿草チータンやスープにされる。中央アジアでは、ラグマンなどに利用されている。また、日本で、トマトラーメンを出す店も増えている。ケチャップ、トマトソース、ピザソースなどに用いられるためトマトの年間消費量は1億2000万トン以上と野菜の中でも世界1位である。グルタミン酸の濃度が非常に高いため、旨味があること、酸味、水分があることなどがその理由として挙げられる。好きな野菜ランキングでは子供大人ともに1位に上がることが多く、人気がある一方で苦手な野菜としても上位に上がることが多く、好みが分かれる一面がある。日本や上記の国の他には韓国でピンク系トマトが多く消費される。ちなみに韓国ではトマトは果物の一種と考えられることも多く、輪切りにしたものに砂糖をまぶして食べるのがありふれた食べの一つである。中国や日本においても砂糖をまぶす場合がある。品種によって酸味、甘みの度合いがかなり異なり、また皮の硬さも異なるので、用途に適したものを選んで使うのがコツとなる。例えば、酸味が強く皮が厚いイタリアントマトは加熱した料理に似ている。仮に生食用として売られている品種、桃太郎などを加熱調理に利用する場合は、種子周辺のゼリー質を捨てずに利用するのがポイントである。生食用トマトは、ゼリー質を使わないとっぽく、パスタ等に絡まない上に、旨味が出ない、イタリアントマトは種子を捨てても良い。美味しいトマトの見分け方としてヘタが綺麗で色の良いものが勧められているが、あまり当てにならない。トマトの味は、品種や産地、栽培方法、栽培農家などによって、味にかなりの差が出るたである。したがって、スーパーなどで実験的に一度購入して、美味しいと感じたトマトの袋やラベルを覚えて次からは、それを購入するといった方法が確実である。また、緑色がかった未熟なトマトでも数日ほど常温で、追熟させることで少しは美味しくなる。トマトの加工食品として、トマトジュース、トマトケチャップ、トマトソース、トマトピューレ、ドライトマト、乾燥トマトなどがある。また、缶詰として、ホールやカットやジュースが販売されている。他の野菜類と同様に、トマトはビタミン C を多く含む。また、リコピンは1995年に、がん予防の効果が指摘されて、以来、注目を集めるようになったが、有効性に関しては、有効性ありとするデータ、有効性なしとする両方のデータがあり、科学的なデータの蓄積が必要である。これは、ハーバード大学のジョバヌッチらの研究チームが45,000人以上の医療関係者を対象に6年間のコホート調査を行った結果から、様々な形態のビタミン A を含む食品の中でも、イチゴと並んで、トマト関連食品3種、トマト、ピザ、トマトソースが、前立腺がんの罹患率の低さと相関しているとしたもの。その後の様々な関連研究の引き金ともなった。京都大学大学院の川田照夫教授らの研究グループにより、トマトに含まれる13オキソ -9、11、オクタデカジエン酸。13オクソ ODA に血液中の脂肪増加を抑える効果があることが発見され、2012年2月10日付の米科学誌、プローズ1上で発表された。研究段階である上、効果を得るには大量のトマトを食べる必要があるとされるが、日本では大きく報道されたことにより、トマトジュースが供給不足になるほどのブームが起きた。日本において、トマトジュースやサプリメントなど一部のトマト製品は、血中コレステロールや血圧などの改善効果を謳う、機能性表示食品として販売されている。トマトは夏の季語とされているが、冷涼で強い日差しを、好み高温多湿を嫌うトマトの性質からして、夏は旬の時期とは言えず、春引く初夏と秋引く初冬のトマトが美味とされる。夏が旬とされた理由は、日本で、トマトの栽培が始まった頃は温室などの設備が不十分なために春に種をまいて夏に収穫する作型が一般的であったためである。現在は高性能な設備が普及したこともあり、トマトの成長に適した季節に収穫できるようになっている。つまり気温がまだ低く昼の時間が長い春と気温が下がり始めて空気の澄んでいる秋の環境に合わせる形で育てている。季節によっても味や食感が変わる。一般的な温室栽培を例に挙げると、冬は光が少なく成長に時間がかかるため、水っぽく皮が硬い。夏は成長が早すぎて味が乗る前に赤くなるが、皮は柔らかい。春と秋は旨味が強くなる。家庭菜園の場合は保温用のビニールをかけて、秋まで栽培すると、皮は硬いがメロン並みの糖度と旨味のあるトマトが得られる。5. おさむき。